はいどうもヒョードルです。まあ、ちょっとキリが悪かったんですけど一旦切りました。今警察署長の警護にやってくる警官を撃ち殺すシューティングゲームをやってます。スナイパーが来るけどまずこいつ倒しとかないとまずいんですね。でスナイパーが来るけどなんだろうこれ、インベーダーゲームっぽいっていうか、あ、やべやべやべ、あれ奴ら俺に近づけんじゃねえよ。あー失敗した。結構数が来るな、めんどくせえ。これ全員？全員？ああよかったよかった。お前最高。所長が一言言いたいってさ。やめろ。町を出るならアクラと同じ条件をつけてやる。ただすぐ出て行け。聞いたか？みんな欲しいものが手に入る。へえ。兄さんはどこ？ここから3ブロック以内のビルの中にいる。ほら好きにしろよ。これで終わり？所長から聞いただろう。お前らは町を出て、俺はここに残る。全員笑顔だな。いやー、そういきます？本当に？どこだ？これ中入れってことかな？路地裏かな。兄さん。はい、じゃあお嬢ちゃん、DUP が近づいてるみたいなんだ。俺はもう警察署長を手に入れたから、お前みたいな小物ちゃんにはもう用はないんだ。毒ガス。うわあ、なんだこれ。ああ、仕方ないだろう。銃が効かないようなバケモン相手なんだな。ここも出たらもちろんだと。だから外には絶対に出さない。わかるだろう。少しでも勇気がなくなった時は兄さんを思い出すの。兄さんだけが私を落ち着かせてくれる。いい思い出だけを思い出してた。兄さんは町から出ない限り足を洗えないって知ってた。お金のために危険な仕事を始めた。ボートを買ってカナダに行きたがってたの。バカみたいって言ったけど、兄さんがボロボロで帰ってきた時、立ち直ろうって、ちゃんとしようって誓った。どんな時でも兄さんは私のそばに。恩人なの、私の兄さん。愛してる。誰にも絶対止められない。
にお兄さんがよりどころなんすね。兄さんを人質にされてシェーンとの約束を守るしかなかった。ところでどうやってそこから復活したんだ。幻覚で新たな力に目覚めたのか。まあ実はそうなんだ。バレた。ほら見せてあげるから標的を連れてきて。お、新しい技きたー。あれ、うん、素晴らしい。いいっすね。なぜ私に見せる気になった。だってこの訓練いい感じだから最高の気分。もっと手強いのちょうだい。ああまあいいだろう。黄色い線に沿ってホールの真ん中まで行け。お、場所移動っすね。どうやらいくつも奥の手を持っているようだな。この戦闘ホログラムを作っているコンジットは悪魔の出てくるゲームにハマってるようだね。私にはよくわからないが訓練という意味ではこれ以上のものはない。つまりうん、ここか。ん？違う。どこ？何をしている。自分の問題から逃げるな。ちゃんと向かい合って解決しろ。違うんですよ。敵がどこにいるか。ああ、いた。おお、すげえ、めっちゃ上がる。傷つけるのはひどい。いいだろう。この世界で我々コンジットはそうでない者たちから自らを守る必要がある。あれ、ああ見失った。あれ、集中するんだ。敵をちゃんと観察すれば弱点が明らかになる。もうなんかいっぱいいる。あれ、おーずい、でこれらは本物ではないが傷つけることで満足が得られる。シェーンを思い出せ。おー、めっちゃ来た。その憎しみと怒りを力に変えろ。あー、痛えな。なんじゃこりゃ。あっち行って。なるほど。いて。あ、やばい。ああ、やられた。しまった。集中するんだ。食らいついてでも戦え。戦う気満々だよ。ああもうまた最初からか。めんどくさいな。
あのふわふわしたやつは何なんですかね。てか L1 忘れてたからそれ使えばいけるのかな。とりあえずこれで倒せる気がする。あれ無理だった。よっしゃー、そういうことね。もうなんかいける気がする。いてー、そうでもなかった。よし、どこどこ、いたいた。よっしゃ、もう先手必勝っすね。もう一体いた。どうだ。よし。怒りは世界をコントロールする道具だ。我々コンジットに世界はひざまずくだろう。さあ。またこれか。うわ、ちょっと回復するまで待たないと。なんで動いてんのかな。こいつを手を消したい。うわー、くそ。あいつどこ行った。あーもう、あやべえ、ネオンがね通りで出ないわけや。あれ、たたたたたたた、あらららら、らこい、ほら、うわー、またや。あのくっついてくるやつ鬱陶しいですね。よくやった。終わり。自分の力を楽しんでいるようだな。その調子でちゃんと自分の力を解き放つよ。ああ、ブラックホール忘れてたな。ガンマアリーナのサバイバルミッションをアンロック。自分の能力が分かったか。過去を忘れられるコンジットのために未来はある。さあ物語の結末を聞かせてくれ。シェーンが私を殺そうとしていたから攻撃に出るしかなかったの。でもシェーンや兄さんがどこにいるかは分からなかった。死んだか、だといいが。もっと撃っとこうぜ。ほら、のためだ。兄さんはどこ。アインキどこよ。どこどこ、どこから撃ってんの。痛いよ。何か連絡を取り合ってるはず。ん？手がかりか。あら、ヘッドセット。私にぴったり。コンボイ3、ウォーカーは見えるか？いや、シェーンが手を打ってる。あんだけトラックがあるんだ。見つからねえよ。トラックのドラッグに火をつければシェーンが来る。トラック探そう。ほうほう。アンテナに向かう前に私あれ取る。あー届かない。
あれじゃあなんか届かなさそうですね。もう高台から行かないと無理だな。ここから行けるかな。あれ。無理だったんだよな。ここかなと思ったけど。ああ無理だ。もういいや。そのうち取ります。おお、すげえな。あらトラックさん、逃げたらどう？逃げてないよ。あれ？スナイパーがいた、もしかして。よし、あと一人いるな。当たり。よし。トラック調べたらいいのかな。で、アンテナの近くで使わないとダメなのか。結構めんどくさいな。いいよ。次あれ。あの女だ。あの光を操る女だ。いいよ。一丁上がり。経験値あるっぽいけど、ああもうまあいいか。いいかと言いつつやっぱ取ろうか。ああもう取れない。もう一個上からならいけるかな。あ、これってさっきのやつか。なんすかね。なんか取れないな。ああミスった。いや、とりあえずアンテナ探そう。あったあった。次はじゃあ近場がいいな。とりあえずあれ行くか。うわ、あれこれやったやつか。もうやったやつも残るのか、めんどくさいな。覚えてないよ。あれやったやつ、あれもやったやつで、あっちがまだかな。この3つが多分終わってて、あの2つかな。だいぶ遠いな。近づいた。あったあった。あれか。
もう終えるな。待って待って。あれ。あのネオン女だ。ネオン女。お前らネオンに気をつけろよ。気をつけられてもね。どうしようもないと思うな。見えねえ見えねえ。いやバグった。どう？ちょっとそろそろ吸収しとこうかな、一応。あと1台だと思うんですけど、あれか、走ってるやつあった。待って待って、ブラックホール。イエー、おー、まだ生きてた。なんでやねん。あ、これってもしかして倒すだけじゃなくて壊さなあかんの？セーンの荷物を破壊しろ。え？あいつを怒らせるの簡単。そんな。ん？なるほどね。挑発しようっちゅうわけね。わあ、これなんかミスった。もう一回全部のとこ行かないかんのか。いい、超挑発的。あー、もうめんどくせー。あら、ボスさん。フレッチ、驚いたな。話そうか。何言ってるの？話したいなら、吹っ飛ばしたドラッグに話しかければ。嘘だろ。嘘じゃないよ。じゃあね。待て、まだ話は。なるほどね。わあ、二度出まー。何？お、やべ。あ、ちょっと見えない。いや、これ戦う必要ねえな、よく考えたら。無視しよう。あの3台行くか。あれ、こっちの方じゃなかったっけ。もう恐るべき二度でも。到着。待てよ、俺さっきのやつ無視しちゃダメじゃん。あー、もうまたやってしまった。素敵。もう最悪、このグダグダ感。誰だ？ひけくそうだ。あと1台でもトラックを吹っ飛ばせばブレントの手も吹っ飛ぶ。聞こえるか？そんなことさせない。さあ、どうかな。今さら何言ってるの？兄さんなしじゃあんたは
全くの用なしなんだからね。怪我させたら許さない。確かにぶっ殺されるな。ブレントなんか傷つけたら傷つけたでシェーンはぶっ殺される気がするけどな。笑っても落ちないよ。ちょっとネオンの吸収を、あ、まあこれ終わってからでいいか。なんかまた荷物を一つなくしちゃったみたいね。何が目的だ。兄さんを返せば全部やめる。何が目的って何言ってんの。ダメダメ、お前が DUP に捕まればあいつを逃がそう。ほら誓うから。悪いわね。今さら誓うからとか言われても感が半端ないな。でもこれだとあと1個足りない気がするけど、いいのかな。まあ、なんか話が進むんすかね。いやすいませんね、行ったり来たりグラグラと。あったあった。ここは DUP がいるんですよね。あれいなかった。あ、いたいた。で、よっしゃ、あと一人上かな。あれいない。あれいないよな。どこだろう。いいか別に。で、壊し終わってないのかな。結構ある。あれ違う。あれ倒さないと落書きできないのか。クソ。どこよ。お前か。もう戦えよ。ちょっとバグってる感が半端ないですね。はいよ。あったあらら、よし行かす。あと一個。ねえねえ、ドラグ持ってるの。あ、待ってたっけ。あった、あったよ、トラック。あれだって超違法でしょ。俺のことなんかより化け物に興味があるのさ。お前が狙いだ。俺はただの協力でしょ。私を捕まえたら次のターゲット探すよ。おい、お前だ。他に誰かいるか。結構焦ってますね、ボス。あったあった。待って。ふう。いやー、けどやっぱ夜の街にネオンは映えますね。早く帰ると、みんなイラついてるもん。とぉ。み。け。女だ、見たぞ。どこだ、見えねえぞ。さ、トラックを待て。痛いよ。あとどこ。めっちゃいるやん。今
やば、これ倒せんの？攻撃手は厄介だな。どこや？あと一人。おう、あと一人どころじゃなかった。あれ？はーい。あれ、いない。そう、いかん。高さがありすぎて、どこにおるんかがわかりにくいな。ちょっとそろそろネオンパワーが欲しい気分だけど。これって無限増殖だったりするんかな。ここで使ったらこういっぱい吸い込まれたりしない？結構いい感じかな。攻撃手がなぁ、どこみたいな。いた。なんかこの辺から来てはいると思うんだけど、なんで見つかんないんだろう。暗いからかな。あれか、よし。よし。あとあれで終わりか？どこ？ああ、わからん。いた。ああ、もう長かったな。全部やっつけちゃったよ。あそこに当てられない。あ、やっと当てれた。あ、まだあるのか。なんか左右反転してるのかな。すごい狙いにくいんですよね。イエー、シェーンシェーン、電話電話ですよね。あ、トラックを呼んでみたら、まだ誰かいる？私がいた時より仲間減ってない？っていうか、一人でもギャングになれるの？いいだろう。目的は俺か？クロコダイルです。捕まえに来い。ネオンで輝く脳みそを壁中にぶちまけてやるから。あ、もうなんか微妙に取れない。あ、
あら、デートのお誘い？やったね。よっしゃ。じゃあシェーンの隠れ家に向かいましょうというところで一旦ここで切りたいと思います。どうもありがとうございました。